ではさら今回はディズニーのボケてで笑ったら寝ろを見ていきたいと思います。昨日は奥歯さんの笑ったら寝ろを見ていきましたが、どれくらい耐えられましたか？今回はディズニーのいろいろなボケてを見ていきたいと思います。まず一つ目、何これ、ディズニー関係あん、なんかミイラみたいなやつありますけど、なんて言ってるんでしょうね。どんな拷問を受けても最後までディズニーの秘密を吐かなかったドナルド。あ、これ顔、多分ね USJ に拉致られて、おいディズニーの人気の秘密教えろよって拷問を受けて、こんな姿になっても秘密を吐かなかったんです、ドナルド。もう感謝状出したいぐらいですよね。こんな松茸みたいになりやがって、でも言わなかった、ドナルド最高です。おっと、これはドナルドとミッキーさんが一緒にいるんですけれども、何このミッキー、すごい顔が近づいてますね。なんか衝撃的なことでもあったんでしょうか。ドナルドのポケットから百味ビーンズが溢れ落ちた。ドナルド UFJ 死んじゃい、あ、UFJ は銀行だわ。まあ皆さん知ってるこの百味ビーンズ、まずい、グミが入ってたり美味しいのが入ってたりするその百味ビーンズって USJ でしか売ってないんですけれども、なんとドナルドそれを持ってたんですね。もうそれを見たミッキーもね、もうあってなってますもん。超ショックな出来事じゃないですか。え、何これ、ディズニー何も関係なくね。なんかおばさんが小さい子供に雪玉ぶつけられてるんですけど、なんつってんでしょうね。アリのうせばば、アリのだけやんけ、ディズニーそこの部分だけでもう歌ってうぜえから、うせばばっつって雪玉ぶつけたんですね。なんだこのカオスな状態、なにこれ、助けて、私今どこかの高層ビルにいるの、わけわからないの、私どうしたら、それにここ地図アプリだと浦安なのに東京って書いて、ははもう想像もしたくないですね。これ怖いですよ。次のページとか見たくないです。もう真実言っちゃいましたね。ここ浦安って書いてあんのに東京ディズ、あれ？真実の扉。ちょっとね、世の中には知らない方が幸せなこともあるんです。なので浦安って書いてありますけど、東京なんです。そこ触れ、あ、あ、やめて、いや、あ、あ、はい、戻ってきました。何もありませんでしたよ。うん。次見ようか。うん、なんもないよ、大丈夫。そうだ、警察、あ、これさっきの続きじゃない、嘘、なんで通じないの、お母さんお父さん通じない、料金滞納して止められちゃってるよ、良い子のみんなは払おうね、はは、あれ、もう怖いです、本当にやめてください。夢を与えてるんじゃなくて悪夢を与えてますね。どうもねずっち、あ、あ、ご、あ、あ、いや、何もありませんでした。はい。そうですね。浦安は東京です。はい。異論は認めません。ウッディ。よくありますね。この煽り画像。ああ、こいつは傑作で最高だぜ。うざいですね。さて、なんて言ってるんでしょうか。友達に彼女振られた。で、LINE したら腹立つスタンプが返ってきた。私ですか、ありますね。皆さんもこの画像スクショ、または、ああこいつは傑作だ最高だぜってインターネットで調べるとこの画像出てくるんで、ムカつくやついたらこれ送っちゃいましょう。だいたい切れてブロックされます。これタワーオブテラーですね。だけどちょっとオブの後になんか書いてありますね。面白いですよこれ。まあこのシリキュートゥンドゥが消えるシーンとかね、私が前この仕組みについては動画で説明しているので、この動画見終わった後に見てみてください。タワーオブテラーの他にホーンテッドマンションのいろいろな仕組み、それを説明しています。まあ夢をぶっ壊す可能性もあるので、ぶっ壊れてもいいぞーっていう人だけ見てみてください。そしてなんて言ってるのでしょうか。タワーオブ壊す、なんか怖くなくなっちゃったね。タワーをぶっ壊すんだもん。呪われたタワーだから、もうね、 NHK をぶっ壊すかのようにタワーをもうぶっ壊していくんですよ。一気に怖さが減っちゃいました。お、これはティガーとプーさんですね。よく見るシーンです、これ。プーさんの上にティガーが乗ってるシーン。なんて言ってるんでしょう。よ、プー、食物連鎖って何か知ってるか？知らない。残酷ですね。もう子供のうちからね、世の中には食物連鎖があるんだよっていうことを遠回しに伝えてる漫画ですよ。弱い者は強い者に食われ、そういう社会で生きていかなきゃいけないという筆者の伝えたいメッセージが込められています。セバスチャン、これツムツムですね。ツムツムのキャラクターです。セバスチャン、リトルマーメイドよりランダムで
LINE の友達を消すよ。クソ最悪じゃねえかよ。もう使いたくないですね、セバスチャン。だってこれ使うと LINE の友達ランダムで消えちゃうんですもん。最悪なドロップです。おっと、ミッキーさん、なんか崖を登っていますね。登山キャンペーンみたいな感じかな、それとも登山のイベントに行ってますね。なんかすごいね。なんか落ちそうで怖いです。さて、なんて言ってるんでしょうか。本気で助けを求めているのに誰もが手を振り返してくる。あ、これもショーの一部みたいな。観客の人はね、あ、これも演出かなって思ってるんですけれども、ミッキーさん内心もう、あ、もう助けてって思ってますよ。まあ確かにね、こんなところで手振られたら、うわ、ミッキーが手振ってくれてるみたいな、そういう風に思いますよね。あら、これダッフィーです。おい、またいるじゃん。怖いね、本当に。そういう風に横から見ないでほしいよね。もう少し正面から来てほしいです。ダッフィーなんて言ってんでしょうね。これは、ドナルドが死ぬ前に書き残したメモ。大変だ。すぐにみんなに知らせなきゃ。はは。ああ、また犠牲になってしまいました。見てはいけないものを見てしまいましたね、ダッフィー。ドナルドが死んで、その書き残したメモを見たところ、犯人はミッキーとか書いてあったんでしょうね。それを見てしまったミッキーさん、後のことは想像にお任せします。あら、ミッキーさんこれ笑ってるのかな。あー、どうせね、またバカにしてんでしょうね。1名様ですかみたいな、なんて言ってんでしょうね。そうか、ご両親がいなくて兄弟だけなんだ。でもパスがないと入れられないんだよ。あ、目にゴミが。あ、今なら入ってもわからないな。あ、クソ優しい。ちょっとね、ごめんなさい、勘違いしてました。もうミッキーさんの半分とか見えたら人生終わっちゃうのかなって思っちゃったんですけれども、なんと優しいですよ。お父さんとお母さんいないんで兄弟で来ました、でもお金がありませんっていう時にミッキーさんは、うわ、目がっつって、あ、今見えないから入れるなみたいなこと言ってるんですね。優しいです。ちょっとね、尊敬しますよ。そこを見直しました。え、何これ、ミッキーさんなんとアニメの女の子の後ろにいますね。ちょっと怖いな。なんて言ってるんでしょう。そんなに USJ は楽しかったかい。そんなに USJ は楽しかったかい。もう根に持ってますね。もう行ったこと許しませんよ、やっぱね。今東京ディズニーリゾート閉まってますけど、それでも USJ に行ったのは許せねえって。絶対許しませんね、ミッキーさんは。ダメですよ、皆さん。今やってないからって言って USJ に行ってはいけません。こういう風に、そんなに USJ は楽しかったかいってくるので気をつけてください。なんだこれ。なんとミッキーさんの耳が削ぎ落とされましたね。もうこれもこれでぶっぱげキャラとしていけそうですけど、なんて言ってるんでしょうか。野球部に入部。これぶっぱげじゃなくて坊主じゃねえかよ。でもいそうですね、こういう髪型の人。皆さんの周りにこういう坊主の方いませんか。坊主の方をぶっぱげとか言っちゃダメですよ。坊主っていう髪型なので、ハゲとか言っちゃいけません。もうミッキーさん怖いですよ。そういう半分だけ出さないでください。またハッハッってされそうな気するんですけども、なんて言ってんでしょうね。婚約中の彼女が知らない男と来場した上に、一緒に写真をお願いしてきたので、夢の国の掟を破ることにした。ハッハッ。いやミッキーさんミッキーさんですよ。皮膚とかないですから、中に人なんていません。あ、これミニーのことですね。ミニーがなんか知らない男と来場してきて写真撮ってみたいな風になったんですね。うん、中に人はいません。ミッキーはミッキーです。なんとどうなってるんだこれは。ミッキーさんの目の前でなんか取り押さえられてますね。どうせまた良くないこと言っちゃったんでしょう、この会長みたいな人。みんな騙されるな、ここは千葉だ。はい、知らない方がいいことを知ってる人はこういう風になります。もうドナルドもね、怖さ知ってるから反抗できませんね。なんだこのドナルド、なんかすごいブレてますね。この女の人とどんな会話をしてるのでしょうか。あなたがあの人気者のミッキー。あ、そう。あ、かわいい。もう素直にね、あ、ミッキーって思って抱きついてくれればいいよみたいな。やっぱドナルドさんも本当は1位になりたいようですね。あれ、このおじさんなんでしょうね。ディズニーと全然関係なくないですか。でもなんか会長みたいなこと言ってるんですかね。さて、なんて言ってるんでしょうか。何度言えばわかるんだ。俺はトイストーリーには出てない。あ、絶対こいつと勘違いして。